黒倉川水難事故は、1999年8月14日に、神奈川県足柄上郡三北町の黒倉川で、発生した水難事故である。1999年8月13日より、黒倉川の中洲でキャンプをしていた、神奈川県横浜市にある廃棄物処理会社藤しげに、勤める男性社員ら、子供6人を含む彼らの家族、さらに社員の婚約者、 女友達を含む18人が、翌日の熱帯低気圧の大雨による増水によって、流され、社員5名と、妻2名、1歳から9歳の子供4名、社員が連れてきた、女性2名の、計13名が死亡した。事故現場より、上流の黒倉川は、急旬な地形を成しており、有心渓谷と呼ばれている、丹沢湖佐古川水系に属する黒倉川は、 標高1673メートルの丹沢山地、最高峰であるヒールが竹、ヒノキ道丸、等の竹をはじめとする急峻な山を水源とする。丹沢山地は、登山口が小田急小田原千円線ということもあって登山者が多いが、相模湾からの湿った暖かい空気を高い標高で引き受けることから、陶器を除いて、降水量が多く、また地形的にも、 かなり険しい山地である。地理的には、幻想、ダム付近から上流は特に渓谷となっており、有心渓谷など、難しい沢登りのコースが数多くあることでも、登山者に知られている。気象条件と地理条件を考慮すると、黒倉川は、高雨量によっては、急激に水位を増す、可能性の高い渓谷である。幻想ダムも、 渓谷をせき止める形で建設されたものである。遭難現場は砂防用に作られた竜馬園庭上流の水流が湾曲する地点に広がった大沙地で川床幅は約100メートル、園庭より2メートル高かった。冒頭に掲げられた遭難現場の写真からは傾斜の少ない地形がキャンプの敵地にも見えるが、植生があまりない場所であることからも伺えるように、 豪雨の際は水没する地点である。1999年の夏は平年では日本の東海上の北緯30度付近にある太平洋高気圧の中心が40度付近にまで北上した。この結果、北日本、東日本は猛暑、四国や九州は曇りや雨模様が続く東高制定の気象となり8月上旬の 札幌での平均最高気温が那覇を上回るという異常気象だった。また、通常では珍しい北緯20度以北での熱帯低気圧の発生が多数見られ、台風に発達するエネルギーは得られないものの、日本列島に頻繁に接近、上陸して不安定な天気をもたらした。7月23日には長崎県伊佐林市で1時間に101ミリと、 当該観測地点における記録を更新する集中豪雨が観測され、市内全域に避難勧告が発令されるなど各地で水害が生じていた。この当該事故の原因となった大雨をもたらした熱帯低気圧も8月13日に紀伊半島の南海上で発生したものである。この熱帯低気圧は勢力は弱かったが小山雨雲を伴っていた。さらに、 オホーツク海で発達した高気圧に押されて速度が遅くなったため、東北地方から九州地方にかけての各地に局地的豪雨をもたらした。14日には関東南岸へ、さらに15日には本州を縦断して、能登半島付近へと進んだが、特に雨雲が発達した関東地方では、ところにより1時間に30から50ミリの強い雨になった。 埼玉県秩父郡大滝村では13日の降り始めから14日夜までの雨量が420ミリを超えたほか、神奈川県津久井郡、相模湖町などでも300ミリを超えた。事故現場近くにある丹沢湖のアメダスには、事故前日13日の20時頃から1時間あたり10ミリを超える大雨が断続的に降り続いていたことが記録されている。 増水が著しくなった8時までの総雨量は114ミリで、特に救助活動が開始された10時には1時間に38ミリという土砂降りとなっていた。雨が上がるまでの累計雨量は最終的には29時間で349ミリが記録されている。ただし事故現場周辺は蒸気のような地理的条件から工場的に雨量の多い地点で、 29時間で349ミリという値自体は特に珍しいものでない。なお、13日17時22分に毎日新聞が速報した気象情報は次のような内容だった。気象庁が13日夕発表した大雨に関する情報によると、東海地方の沖合を移動中の熱帯低気圧の影響で東日本各地や東北地方では、 同日夜遅くにかけて、局地的に1時間に50ミリ程度の激しい雨が降り、東北地方では14日にかけて、大雨となる恐れがある。14日夕までに予想される雨量は、いずれも多いところで東北地方100の150ミリ、関東、東海、北陸70の100ミリ。幻想ダム、黒ク倉クダムの場所黒倉ククダムの所言は次の通り。このダムは、下流にある幻想。 第一発電所への発電用水を取水するために設けられている。河川法第44条一項におけるダムの基準、高さ15.0メートル以上の規定より50センチ低いためダムとしては扱われず、堰として扱われる。また、この幻想ダムは一般的に想像されるダムのように水を溜め込んで洪水を防ぐようなダムではなく、 貯水容量が極めて小規模な取水堰である。このような小規模な発電用ダム、堰の場合、増水時には、速やかなゲートの解放が要求される。洪水調節を目的に持つダムの場合は、あらかじめ雨季の前に貯水池の水位を下げ、洪水が起きても貯水池に水を蓄える機能を持っているが、幻想ダムの場合は、洪水調節機能を持たないばかりか、貯水池自体も、 極めて容量が小さいため、洪水が起これば、空の状態から数時間も待たずに満水となる。幻想ダムにおいては、貯水池への流入量が、毎秒50立方メートルを超えた状態を、洪水として、放流を含めた操作を規定しているが、事故当時の流入量は、毎秒100立方メートルであり、流入量と貯水容量の日から満水までの時間を算出すると、 仮に貯水池が空であったとしても約7分程度で満水となる計算となる。従って、事故当時はこれより短い時間で満水になったことが推測される。美穂ダムと丹沢湖事故当時、幻想ダムの操作に対する疑問も提されたが、仮にゲートを開けなければ、ゲート上もしくはダム停滞上を洪水が越流するが起きてしまい、ダム自体が決壊してしまう。 また、洪水時における洪水調整機能を持つダムの放水は特例操作を行うことと同義であり、ダム流入水量と放流水量が同量で洪水調整機能を果たせていない深刻な状態である。ダムの下流には大規模な多目的ダムであるミホダムがあり、幻想ダムが決壊した場合、ミホダムの停滞にも重大な影響を与える可能性がある。ミホダムは土砂、 年度、岩石で河川をせき止めるロックフィルダムであるため、停滞固支流に弱い。ミホダムは、洪水調節機能を有するため貯水池である丹沢湖には余裕があったものの、万が一停滞固支流が起こった場合、ミホダム決壊という最悪の結果につながっていた。仮に決壊となれば、下流の小田原市をはじめとする深刻な人的被害が想定され、ダム管理者は、 こうした危険を回避するため、幻想、ダムゲートを全開にしたとしている。神奈川県警察の要請により、ダムの放流が一時的にストップしているが、同様の対応として1968年8月18日に、岐阜県で発生した日田川バス転落事故で、要請を受けた中部電力が、水力発電用取水石であった、上朝尾ダムの放流を、断続的に停止したという前例がある。 しかし、この時は、本来のダム捜査規定に沿ったものではなく、被害者捜索のために、特例的に行われた措置である。この水難事故で、河川が増水し、キャンプ客が水に流される瞬間までの様子が、テレビで中継されたため、世間に大きな衝撃を与えた。本件事故のテレビでの報道では、一部のワイドショー、番組は当初、 遭難者たちが流される映像を繰り返し放映した。視聴者から寄せられた遭難者たちの行動に対する見解を読み上げるとともに、事故の経緯や遭難者たちの問題点を呼び、自己責任を指摘するといった内容の放送を行っていた。しかし、結果的には死亡者が発生する事故となったことで、視聴者から事故の映像に関する放映の是非を問う指摘を受け、ワイドショー側が、 遭難者らが流される場面の放映を自粛する運びとなった。救助や捜索に要した費用のうち、地元自治体である三北町が負担した額は4800万円。神奈川県警察が要した費用は同日同士側で、発生した別件の水難事故1件と合わせ、人件費のみで1億円となった。これらの費用は全て公費負担された。 この事故を契機に建設省河川局では危険が内在する河川の自然性を踏まえた河川利用及び安全確保のあり方に関する研究会が開かれた。神奈川県をはじめとする各自治体においても同様の河川の利用と安全に関する議論が行われた。より強い退去措置が取れなかったのかという反省とともに、救助部隊の装備や訓練の不備を指摘する意見も上がった。 事故発生時現場を管轄していた足柄上消防組合消防本部は十分な救助体制を取れるような組織規模を有していなかった。その後、1996年から協議が行われていた隣接の南足柄市消防本部との組織の統合が2000年4月1日になされ足柄消防組合消防本部が発足。2013年には 小田原市消防本部に統合された。また、東京消防庁は、都内で同様の事故が起きた場合に備えて、2004年に、急流救助を専門とするスイフトウォーターレスキュー、発売させた。この事故が発生するまで、気象庁は、中心付近の最大風速が、秒速17.2メートル以下の熱帯低気圧を、弱い熱帯低気圧と呼び、また、台風の強さを、弱い。 波の強さ、強い、非常に強い、猛烈なの5段階で、台風の大きさを、ごく小さい、小型、中型、大型、超大型の5段階で表現していた。だが、それまでの、弱い、小型といった表現では、予報を受ける側から見て、大した影響がない、小雨程度など軽微なものと誤解される可能性があり、防災上、好ましくないということになった。これを受けて、 気象庁は2000年6月1日より気象情報の発表に際し弱い熱帯低気圧を単に熱帯低気圧と変え台風の強さの弱い波の強さ台風の大きさのごく小さい小型中型の表現を廃止するなどの措置をとっているありがとうございます